オーストラリアで2019年から2020年にかけて発生した大規模な森林火災は、約9万7000平方キロメートルの土地が被害を受け、多くの動物の命と数場所を奪いました。その森林火災の後に不思議な噂が広がりました。あの日の中、動物たちを救ったヒーローがいると、そのヒーローこそが今回紹介するウォンバットです。噂は真実なのかずんぐれむっくりで謎の多い可愛い生物。ピエンすぎる生き物障害です。 体長約90センチ、体長約30キロ。夜行性でオーストラリアに生息していて、世界自然遺産にも登録されていて、ヒメオンバットとキバナオンバットが知られています。全体的にズングりムっくりで、足を短く太いです。目も小さく、耳も小さい。見た目からじゃのろそうに見えますが、時速40キロ出しことがでててきます。ボルトくらいですね。とても速い。今はこんなズングりムっくりしていますが、昔は少し違いました。もうちょっとたくましい体をしていました。昔の姿がこれ。<laughs> 何があったんだよ。 全く違います。とても怖いです。太古に生息していた史上最大の有体類、リプロトドンはおよそ200万年前から5万年前まで生息していました。最大で約3メートル、体重も約2800キロもあったそうです。でかい。だいぶ小さく丸く可愛くなりました。こっちのが好きです。 可愛いのは殻だけではなく、うんちも特殊でとても可愛い。動物界では珍しく、うんちがサイコロのように四角い,いんですね。理由は諸説ありますが、縄張りをうんちで示すため、丸いと風で飛ばされたりしちゃうんですが、四角いうことで動きづらくなっています。腕は太く、爪は鋭く長いのは、巣穴を掘るためで、巣穴は基本5メートルか10メートル程度ですが、長いもので30メートルほどの長さにもなります。1日1メートル以上掘れるほど、穴掘りがとても上手いです。このウォンバットの巣穴が、 森林火災の時に動物の命を救ったと言われていて、砂に描かれて火災から逃れた動物にとってウォンバットはヒーローなのかもしれません。とても火災に役立った穴なんですが、穴を掘るのは得意すぎるがゆえ、命を狙われることもありました。1982年頃、人間たちは農地を荒らすウサギたちにとても困っていました。大決策としまして、ウサギ帽子のフェンスを設置したんですね。よし、これで大丈夫だと。でも、農地はまた、ウサギに荒らされていたんですね。で、 なんでだと調べたところ、ウォンバットの野郎が、フェンスの下にも穴を掘り上がって、ウサギの侵入ツールを作っちゃうんですね。怒った人間は、ウォンバットをウサギの共犯だと思い、駆除の対象にします。ただ、穴掘りが好きなだけで、ただ、好きなように穴掘っただけなのに、共犯扱いされ、20トンまで駆除されちゃいます。今、報道部で指定されているため、駆除される心配はありません。そんな誤解されてしまうほど、 穴掘りが好きなウォンバットなんですが、コアラ考えると同じように有体類でお腹に袋があります。ミルガンにわそうに見えますが、すごい防御策を持っていて、それがケツ。天敵であるタスマニアデビル、袋猫に襲われた際、穴に頭を隠してケツだけ外ネタします。頭隠して尻隠さず状態ですね。もうバカだなこいつらと。ケツ食われるんじゃんと思うじゃないですか。この尻が無敵で、球が1センチ以上あり、骨もとても硬くて、痛学ないらしいんですよ。<laughs> めちゃくちゃ強い。で、このケツ、 攻撃策にもなるんですよ。ケツを高く突き上げて叩きつけるらしいんですね。そんな攻撃力なさそうに見えるんですけど、タスマニアデール、袋猫、頭蓋骨、砕けるらしいです。ははは。強すぎるんですよね。強すぎる。怖いですよね。そんなウォンバットちゃん。ユータイルの仲間であるコアラとかって、人に抱かれることによってストレスで自分を縮んじゃったりするんですけど、てかそれが普通なんですけど、ウォンバットは真逆で、人に対しとても懐っこくて、撫でられるのが好きらしいんですね。で、何年か前に大型の台風がオーストラリアを襲った際に、動物園が被害にあって、 約2ヶ月ほど閉鎖したんですね。そしたら、ウォンバットの体調がみるみる悪くなっちゃって、体重も20%以上減り、異常高度が目立つようになったんですよ。普段から体調崩すことあったらしいんですけど、圧倒的に様子がおかしいと。あらゆる手を使って診断してもらったんですね。まあ、みんな台風のせいなのかなーみたいな思ったんですけど、調べた結果、寂しくてうつ病らしいんですね。<laughs> そんな動物いないんだよ。基本、人に関わって生きていきてないじゃないですか。コアラのようにストレス感じるのが普通じゃないですか。 そんなのはさすがに嘘だ。撫でられる回数減って、うつ病なんて、寂しくてうつ病なんて、絶対嘘です。ありえないと思ったんですけど、その寿命というものがありまして、野生からだと大体5年くらいで死んじゃうらしいんですけど、その飼育だと、25年生きるらしいんですよね。<laughs> いや、愛なんかい、そんな愛の量で寿命伸びるそんな動物いないんだよ。愛されたいのか。俺のとこ来るか。<laughs> てか来て、最大で34歳か。俺なら40年まで引き延ばすな。<laughs> 毎日好きだって言うよ。 毎日可愛いって言うよ <laughs>。